皆さんこんにちは。今日は多摩川を越えて神奈川にやってきました。川崎です。川崎駅でかいですよね。川崎といえば川崎フロンターレ。実はですね、この撮影の前の日に J1 で2年連続の優勝を果たしました。おめでとうございます。ということで、今日の献血なんてどうは川崎にあります川崎ルフロン献血ルームです。ルフロンっていうちょっと大きな商業ビルがあってですね、その9階に入っているということで、駅からすごく近くてですね、ちょっと期待が大きいルームですね。私初めて来ました。この献血なんてどうで神奈川では2つ目のルームになります。こういうおしゃれな商業ビルに入っているルームは、大抵どこもすごく綺麗でおしゃれなので、本当に楽しみですね。それでは行ってみましょう。JR 川崎駅東口です。ここを右に曲がってずっと行って信号を渡ったら、あ、上りが見えてきました。献血ルームの上りです。アイスがプレゼントされるみたいですね。そしてこれが献血ルームがあるルフロン、大きな商業ビルです。この1階を奥まで進むとエレベーターがありますので、これで9階に上ります。エスカレーターでも行けるんですが、もうここは絶対エレベーターがおすすめですね。とにかくこのシースルーのエレベーターの見晴らしがいいんですよ。今ちょっと映像は外が白飛びしちゃってますけれど、目で見ると本当に綺麗ですから、ぜひエレベーター使ってください。はい、9階に着きました。エレベーターを出たらすぐ右に曲がって、ちょっと行けばもうそこが献血ルームです。お、これはなかなか綺麗な入り口ですね。では早速入ってみましょうか。お、ちょっとこうすっきりした感じで、もシックな色合いのルームですね。入ったらまずは受付です。カードをお持ちの方は献血カードをスタッフに渡してください。受付が済んだらまずはロッカーに荷物を預けます。初めての方も大丈夫です。スタッフさんにその旨伝えればちゃんと何すればいいか教えてくれます。さあ、そしてロッカーはこんな感じ。入り口の右側にあります。小さいロッカーが24、中くらいが21、大きいのが18と、全部で63もありますので、もう十分な数だと思います。そして大きなロッカー開けてみると、あ、やっぱり中にハンガーが入ってますね。これ地味に嬉しかったりするんですよね。荷物を預けてしばらく待つとスタッフさんに呼ばれますので、事前問診です。このタブレットで答えましょう。タブレット5台もあります。これも十分な数だと思います。ではルーム内を見ていきましょう。今の時代の必需品、フリー Wi-Fi もちろん完備です。待合スペースは入り口を入ってすぐのエリアの他にここにあります。席が同じ方に向いているのは感染症対策でしょうかね。また受付から右の方に行くとこんな個室のスペースもありました。これは落ち着けるからちょっと嬉しいですね。そしてここはやっぱり川崎ということで、 J リーグの川崎フロンターレグッズもたくさん展示してあります。ちょっとじっくり見てみましょうか。まずは選手の写真ですね。それからマスコットのぬいぐるみの写真と、あ、サイン色紙も置いてありました。そしてチームフラッグや、あ、選手のユニフォームですね。12番、4種類のユニフォームが飾ってあります。そしてこちらはキッズスペース。これもね、家族連れで来ている方には本当に嬉しい場所だと思います。さあ、そしてドリンクベンダーですね。受付の右側を進んで
先ほどのフロンターレグッズの近くに2台まとめて設置してあります。同じ場所に2台あるといろんなドリンクをこう一気に選べてちょっと嬉しいです。さて、そうこうしているうちにお医者さんの問診に呼ばれましたので問診室に入ります。問診室は3つあります。これも大きなルームならではかなと思いますね。問診が終わったらお医者さんからは特に何も渡されませんので、そのまま自分で事前検査のエリアに入ります。中に入ってこの椅子に座って待っていると自分の番になったら呼ばれます。こちらが事前採血検査エリアになります。エリアとしては3つありますね。事前検査が終わるとその端末が渡されますので、また待合室に戻ってしばし待ちましょう。先ほどのベルで呼ばれたら中に入ってこのオレンジ色の椅子でちょっと待ちます。ちゃんと看護師さんが呼んでくれます。そして採血室、いやこれはまた明るくて綺麗なルームです。壁際には間接照明もあって見渡しもいいですね。真ん中の柱以外は本当によく見えます。さあ献血が始まりました。もちろん各ベッドにはテレビ完備です。自分の好きな番組見ながら、まあ、リラックスをして献血を受けるといいと思います。ベッドから見た採血室はこんな感じですね。本当に明るくているんです。ベッド数が多いのも大きな特徴ですね。全20床、全血専用が4床、残りは成分と全血で共用だそうです。献血が終わったら出口は事前検査カウンターの左側、専用の出口になります。入り口と出口を分けることでおそらく人の流れをスムーズにしているんだと思います。献血が終わって書類をスタッフさんに渡したらこの席でしばし待ちましょう。で、番号が呼ばれたらこのカウンターで最後のお土産などをもらいます。この辺は少し他のルームとは流れが違いますね。さあ無事今回も献血が終了しました。今回はハーゲンダッツアイスクリームストロベリー味をいただいています。ありがとうございます。落書き帳がありますね。献血の感想などをどうぞ。そしてちょっと嬉しいのがこの 100V のコンセント、携帯の充電にも使えます。では最後にお手洗いをご案内しておきましょう。受付の右手にあります。この案内を入ってちょっと進むと、まずは男子トイレということになります。入ってみます。男子トイレも個室のみということですね。個室が2つあります。そしてもちろん嬉しい洗浄機能付きということで、非常に広くて清潔感のあるお手洗いです。ちょっと嬉しい。はい、無事256回目の献血が終了いたしました。もうですね、感想としてはもうなんというか広い、これに尽きるかなと思います。ベッドの数も20床ありますし、待合室もかなりこう開放的で広く感じました。また待合室はもうとにかくフロンターレグッズがたくさんあるということで、地元ですね、こういうの大好きです。ベッド数が20というのも、もうこの本当に街のど真ん中にある、大都会の真ん中にあるこのルームということで、これきっと決して多くないんだと思います。来る日はあっという間にいっぱいになる、まあ、そういうベッド数なんでしょうね。かなり恵まれたルームだと思います。最初に立地を見ていただいた通り、駅直結とは言わないですけれど、もうほぼそれに近いぐらいの超絶高立地ということで、きっとこのルフランに買い物に来る方、もしくはアトレで買い物した方、たくさん来るんだと思います。すごく来やすくて本当にいいルームでした。あとはですね、また今日もスタッフの皆さんに本当に助けていただいて、気持ちよく撮影をさせていただきました。この場を借りてお礼を言いたいと思います。本当にどうもありがとうございました。さてということで、まあ、川崎は多分いろんな方がですね、ここに遊びに来る、そういう街だと思います。ぜひ買い物のついでに、遊びに来たついでに、皆さんも献血なんてどう？